はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、アンドロメダ学園、やっていきたいと思います。野手でやっていきます。で、前回ですね、ワンチャン手に入れた、まあ、結局こいつ1枚しか出なかったんですけど、ガジェット落合を入れて、であと、まあ、割とサクッと見つかったんでジャベリン五十嵐を、お借りしてます。ていうかさ、こいつ女なの、まあ、性別が女になってるけどね。あと投げやりな女子ということで、もう完全男だと思ってたんだけど、まあ、そんなわけで、この2人を入れていきます。で、あと今回は、まあ、とりあえずやってみようということで、多分ね、二股はね、そんなに良くないと思うんですよ。良くないと思うんだけど、ファーストを作りたくて、思考のファーストを作りたい。で、シンガーアーティストをつけたいでしょ。で、あとパワー上限をやろうとすると、どうしても今のところね、あすみちゃんを連れてこないといけない。で、あすみちゃん連れてくるってことは、まあ、やっぱり二股で使っていきたいということで、みおちゃんを入れてます。で、ここの高校の、まあ、いわゆる固有システムが6月の4週で終わるんで、まあ、7月いっぱいは、まあ、全部デートに費やすとしても、まあ、だから彼女、まあ、選手兼彼女キャラを入れるっていうこと自体はいいと思いますけれども、2人デートをしてる、まあ、余裕というか経験点的にどうだろうね。やっぱり練習して経験点とか稼いでいきたいので、まあ、ちょっと編成的には良くないかもしれないけど、コンセプトは一応そんなところです。あと独身術のレイリーという形になってます。もう練習が打撃と筋力と走塁しかないからねこれもまたすごいよね。で、なんだろうな、まあ、1回しかやってないんだけど、こいつなんだ、落ちてこんなんなの最初すげえな。ジャベリン、こうやって見ると女性だね。あ、なるほど、なんか最初違うんだ。落ちて受けんな、なんか。てか落ちてコツ何持ってんの、そこからしてわからん。選手データ、阿部比、パワヒ、やつかもいいや、窮地、あ、結構いいね、チャンスボール持ってんじゃん。骸骨持ってんのはいいよね。ハゲタカの方を狙っていってもいいとは思うんだけど、なせっかくだからコツを狙っていきましょうっていうか、普通に練習だったし。で、やることといえば、なんだっけ、あのチップみたいなのを集めて、VR 練習発動させてっていう感じかな。これはまあ VR をやるでいいんでしょう。オーバーフローゲージ140上昇。これ、アンドロメダのキャラを入れてると、1人につき70だったかな。その140っていうのがどれくらいなのかよくわかんないんだけど、お、結構あんじゃん。でよ、監督が金徳を持ってて、金徳を回収したいんだけど、最初に取っちゃうとあれだよね。やっぱり8個チップ取りたいんで、どうだろうな、最初はでも評価上げもしつつチップ集めてっていう感じかな。ちょっとチップ集めます。いや、だから立ち回り的には全然分かってないよ。分かってないけど、多分こうやってやっていくんだろうなっていうもので、彼女の評価も上げていかなきゃいけないんだけど、そこら辺が難しいよね。で、3個どうしようかな。3個か、一応回収しとく。これはあれだよね、その精神が上がるとか、破損はあぶれた時にいっぱいオーバーフローゲージがもらえる、そんな感じ。できれば2つ欲しいけど 21% か、死んでしまうな。それはそれで死んでしまうけど、タック3つ、コピーがあぶれるな。1回寝るか。で、金徳は入れておきたいんで、金徳があぶれないようにしたい。監督評価を上げつつ技術か。筋力のブーストがあるから筋力も入れておきたいんだよね。ちょっとこれのセルでいくか。そう、セルだ、セル。OK。で、VR は別に発動させたとしても、ターンが経過するわけではないんで、まあ、なるべく早めに VR 使って、筋力ボーナスが特に強化。で、集めたセルで、
まあその効果がありますと。はい、VR 練習開始します。であと4ターンで超特訓やると、そのあと4ターンというのが半分になっちゃうんで、これは最後にやりたい。でこれで経験点がプラスされていくと。練習的にはここがいいけどね。ちょっとみおちゃんの評価ってか低くね、なんでなんでみおちゃんの評価こんな低いの。こんな低かったっけ最初。ちょっとこれ評価上げしたい。下がった体力が。装填か、ちょっと体力微妙だけどな。やめておこう。マックスに保つ116。あ、ここ悪くないね。ここはてかアスミちゃんがいねえんだけど、まあいいや、ミオちゃんの評価上げてこう。でその超特訓をやると金徳が手に入ります。でただ超特訓やるためにはその VR ゲージがいっぱい必要なんで、これ何がいいの。一応確認しよう。通常イベントだけど補修をなんちゃら、やり方を変える。体力の回復とかは特にないね。何が経験点手に入るかっていう感じなんで、葉っぱをかけると筋力、その筋力いっぱい使うからね。あと精神は絶対手に入る。そんな感じ。うん。でまあこれでいけるでしょ。いやでもみおちゃんとかの評価も上げときたいな。ちょっと待ってね、あと2ターンでしょ。どうなんだろう、まあまだ最初だからいっか。あんまりすげえ練習が来るわけじゃないと思うんで。これ何がいい。ドア適当。こいつのイベントわかんねえ。でこれは金徳かな。ジャベル急戦法っていうの一応見てみると、下で進んでいく、前に出る。一応やる気も上がるみたいだね。でここで超特訓を使う。オーバーフローゲージを一つ使いますと。これが溜まってないとちょっとできないんで。お、いいね。あ、ここもいいね。あすみちゃん、あすみちゃんいるけど300。まあ経験点的にはここだけど、コツもあんのか。11%か。やろう。 OK。 とりあえずできないと話にならないからね。あ、そういえばあれ全く考えてなかったわ。シナリオ金徳コツくれよ。3本はシフト、逆境を乗り越えてほしい。チームプレバツ、そういやそんなんだったっけ。レイディーがちょっと待って進み始めてる。一応ちょっと上げていこう。弾道を上げて、やべミートが全然だな。ちょっと D、 あとパワーを上げられるだけ上げる。足りん、技術が全然足りん。さてそこから体力がなくなってしまっているんで、あすみちゃん練習してえな。一回回復しよう。でお願いは聞いてあげる。ってか高校すげえな、これロッカーとか最新じゃん。じゃあ最新かどうか分かんないけど最新だよね、アンドロメダだから。あすみちゃんの評価上がって、みおちゃんもまだ乗っかってないし、で監督はねやる気になっちゃってるから、これ一回やる気を使わないと多分金徳をくんないんだよね。とはいえちょっとあすみちゃんも一回やっておこう。もう一回練習が必要かな。あれ必要じゃなかった。 OKOKOK。 ただ一股なんで、今のところはあすみちゃんはちょっと二股にしないと経験点とかが微妙なんで、これはしょうがない。ミオちゃんをちょっと、おスカウトさんって、これあれなんだ、特殊能力をくれるっていうやつかな。風に立つ3本まで、これ味方にする。
とやる気も上がる。我が名はジャベリン。これは何だ、通常イベントか。世渡り上手が取れんね。一番上で下は体力が減っちゃう。結構経験点もらえるんだけど、世渡り上手をもらっておくか。内容は全然わかんねえ。で、ちょっと5つ溜まってるっちゃ溜まってるんだけど、どうしようかな。監督の評価が欲しかったんだけど、タック一かちょっと発動させちゃおう。筋力ばっかだなこれ大丈夫かちょっと待って、技術が欲しいんだけど。普通にジャベリンのコピーがあるのか。いや技術欲しいな。ちょっと筋力2つ外してでも、ちょっとピンショット技術を入れておこう。ここら辺のなんかどうしたらいいのかっていうのがいまいちわかんないんだよね。で、ありがとう。早くね、アーティスト。まあ、みーちゃんはデートでアーティスト取れるからとりあえずほっといてもいいんだけど。で、ここは仲良くしてチームメイト評価を上げていく。ここで乗っかってくれると嬉しいんだけどな。うわまだな、これやってやりたいけど無理だな。で、寝てから VR を発動させた。こういう時デートをしたらよかったんだよ、あすみちゃんと。まだまだな、みおちゃんこれやって、ちょっとやるわこれ。パワーひくれ。よし、とりあえずくれた。威圧感を得とくせよ。これ別に威圧感とかもらえるわけじゃないっしょ、ガジェットは。様子を見る。これで進んでいく。ミオちゃんここは来ないかな。タワーを上げておく。C でパワーヒッターは取っておこう。アーティストも取れんな、俺取ろう忘れないうちに。VR ちょっと使おう。使っちゃいます。なんかいいのかちょっと悪いのかよくわかんないけど、このタイミングが。なるべく技術とか欲しいな。とりあえずみよちゃんを乗ってる。経験点欲しいのは経験点。でちょっと早くねえか、取れないよねまあ取れなかった、思考は取れなかった。これすげえな。これ超特訓使うとどんだけ経験点増えんだろう。ちょっとやってみたいはやってみたいな。オーバーフロー300、倍になっても600か。倍までいかないんだろうな。ちょっと待って、オーバーフローゲージここで使うのはなんとなくもったいない気がするんだよね。ちょっと普通に行こう。監督弱で、あいつの影山さんの評価がめちゃくちゃ上がってんな。でこういう時はやっぱり練習しておきたいんで、 VR 中は走塁。お、来た来た来た、すっげえいいタイミングできた。捕獲しよう。これで二股完璧で、超特訓はなんだろうな、まだいいっしょって思うんですけど、どうでしょうか。あ、ここいいな。ここもこれは人がいっぱいいるから、特にあれがあるわけじゃないけどね、タックが来てるわけじゃないんだけど、あすみちゃんはいやデートしてれば乗るかな。こっちだな。若干怪我率があったけど、いや、使うの得せよ。どうしよう、これでハゲタカだと終わっちゃうんだよね。いや、せっかくだから下でハゲタカもらえます。でイベントが終わり。なんでイベント切れるんだよね。イベント切ってイベント回数1個少なくできるんで、まあそれがこいつの持ち味でもある。ハゲタカ取った方が多分経験点的にはいいと思うんで。ただ今回はせっかくなんでホームランボール行きましょう。納得する。ちなみにホームランボールも取れないかもしれない。
て、あれ金があるな、金が。これは、あ、監督、監督のセルはちょっと溢れる可能性が出てきちゃうから一発目では取らない。 A にして、もう B にしておこう。ここからでいいんじゃないので、あとはまたセル集めで、セルを集めてやるっていう。ここ筋力ばっかだな。ここ悪くねえな。筋力、筋力、臨床、今何足りてない、そう、今何足りてないかっていうのもちょっと確認しなきゃいけないからね。筋力はそこそこあると思うんだよね。で、これ何？落ち合い。いるから。連打。で、どうしようこれ。健康に過ごそう。とにかく体力が欲しい。大吉、初見。これでまた練習ができる。これセルパクるでしょ。筋力か。悪くない悪くない。よしやろう。で、おホームラン打った。なんか知んないけど。よし、ホームランボール。ホームランボールって言ったらすげえ経験点を使うというのをなんか見たんだけど。あー、でもまあそれなりか。チャンスボールで、あー、まあ、チャンスボールのコツをつかむのは必要だな。で、ここでだから VR 使ってこうや。結構経験っていいんじゃない。ちょ、わかんねえ。もはや全然わかんねえわ。200、ここだな。溢れないよね。ちょっとパワーを上げておこう。技術が少ないんだやっぱり。一回ちょっとデート挟まないと無理かな。これ何、誰、どうしたんだ大西。え、大西ってこいつなの。他のみんなはっていう夢。あ、回復した、やった。ちょっと待ってね、技術が欲しいからちょっとなるべく技術稼ぎたいよね。そう考えるとこれか。あと3ターン、何て2ターン目でもいいか使うの。あと2ターンになった時に超特訓、これも勝手に進んでいく。もうかなり使うね。あ、これとか良くない。いや、わかんねえ、よくわかんねえけど、いや、使おう。俺には判断できねえわ。はい、102で、ちょっと超特訓使っちゃおう。 VR 練習単半減します。あ、これだと一旦になっちゃうのか。なるほど、そういうことね。ただこの経験点はいいよね。ちょ、待って、筋力あふれんじゃね。何に使うわと。ファースト、一発逆転使っとくかっていうか、呼吸も上げとこう。精神めちゃくちゃあるの、うん、これでいいや。これでちょっと様子を見よう。 OK。 いや、すげえすげえすげえ。高速レーザーっていうか、高速レーザーなんてくれた。俺の外野は一体何だったんだろう。独身術も失敗してるし。あー、でセルがあるな。監督またくれんのか。ちょっと待って、筋力めちゃくちゃ溢れてんのこれ。ホームランボール取るか普通に。一生ホームランボールってそもそも何なの。執刀時のど真ん中率がすごくアップする。あ、そういうこと。バットガム取っちゃっていいんじゃない。もうで、ちょっとデートしないといけないから、ミオちゃん、ミオちゃん最悪4回だな。で、アスミちゃんとかカラデートあるんだっけ。クッキー、これは落ち合い食べろ。俺はいらん。チャンス、チャンスボール。もったいねえ。1
1でもねだいぶ軽減されるからね、軽減点の使うやつっていうのは。で、だ筋力はもういっぱいあるんだよ正直。だから技術だな、ここいいな、技術技術。はい、で次にあれ溜まってるゲージ、うおーサブル癖ついちったよ。あるな、2人か。ちょっと技術外したくねえな、入れとくか、一応入れとこう。7個でもいいかな、発動させちゃって。いやでも8個やった方が多分 VR の効果が上がるからね、すごくやめとこう。で敏捷敏捷か、いや技術敏捷敏捷か、技術技術敏捷。あそう、タッグを組むとね、タッグを組んでセルを回収すると確か星がつくはず、星がついてた方が効果が高いという感じ。コピーか、コピーもね悪くないよね、ただもう筋力いらんからな、ここでいいや。よし、これで VR を発動させよう。ほい、でサボる可能性があるからね、欠点としては。ちょっと待って、技術、はい、ラブパワーくれ、ラブパワー、オッケー。とりあえずサボり癖が治った。うわ体力が、そして喧嘩、喧嘩も体力削られるからな、しょうがない。最悪最悪ここデートだな。あすみちゃんの1回目ってどんなんだったっけ、どう、体力を回復してくれればいい、作って回復した、本突入、まあいいや。三本松マーチ、これなんだ、リズムでもつけといてくれや、経験点だけで。残り2ターン136か、まあ悪くないね、まあ悪くないね。やるか、次超特訓やんないといけないから、ラップバーがなくなっちゃったけど、これは、あ特に選択肢があるわけじゃない。141、いやーでももう使うっしょ、 VR の超特訓これで305、依然として筋力で余っちゃうな、技術が微妙に足りてないのか。てかミートさ、ミートアップ上限アップしてねえやで、総力今度全然足りてない。呼吸、呼吸上げ切って、あと肩で筋力をちょっと使う。いや難しいな、あと敏捷が足りてないから、敏捷を意識して取っていかないといけない。ヒートアップ、やる気が上がって、ちょっともう一回デート挟んどくか。いや忙しい忙しい。でミオちゃんは最悪4回、代打、代打のコストがなんかもらった気がするな。これなんだ、青色、安全な青色、サインサーチで敏捷が欲しい。敏捷コピーか、デイリーのコピー悪くねえな。落合はな、もう筋力はいらんわ、筋力はいらんから、技術敏捷があるから、ちょっと一回これを回収しておくか。
かな。デイリーのコピーは欲しいけどな。筋力筋力筋力とかいらなすぎる。ここだな。ちょっと瓶書入れよう。一回瓶書入れます。で体力減っちゃったから一回デートして回復させて、で VR 発動させよう。ちょっとよくわかんないけど監督に聞いてみよう。監督評価が上がった。これはやろう。なんだかわかんないけど、あれフルヒッターとかこことかすごそうだけど、いやもう筋力はいらない。ちょっとお出かけして3回目。やめておく。触れないでおく。よし、 OK。 理由なんだこれ。超特訓。3番ファースト。3番か。4番誰が座ってるんだ。3本松尾かな。いやパワーはめちゃくちゃあるからね。これ走力上限アップは無理だな。ちょっと筋力に偏りすぎてる。今そういう変遷になっちゃったらしょうがないんだけど。で試合はお任せしよう。だから経験点バランスだね。やっぱり経験点取れる高校って偏る可能性がかなり高いんで、それをどううまくねばらけさせるか。これなんだ、相手あれか、メカニクスか多分。全然読んでないけど、これ何これ。潜入する。体力下がった、ひどい。でここで VR 発動させよう。 VR 練習で臨床は筋力になってる。そうか、これあれか、筋力プラスになると右のやつが筋力練習になるんだよね。今更だけど206。あ、これだな。100は組めないけどしょうがねえや。臨床練習が消えたのが痛いな。あすみちゃんさすがだ、ものともしない。で臨床稼げるときどんどん稼いでいこう。これだな、肩とかで稼いでいくとか、どういうこっちゃっていう。筋力もういらんで、ちょっとしょうがない。一回デートして最後にまた超特訓をかけるかどうか。あ、経験点ちょっとまずいかも。筋力が対エース、いやーこれは溢れたな。ちょっとしくじったかもしれない。溢れてない、全然溢れてなかった。冷静は3だから取る。1倍にも取るか。あと金徳全く掴んでないからね。高速レーザーとかホーム刺繍、いや刺繍はいらないんだよ。なんだっけ、ホーム突入だっけ。ハイボールヒッター、せっかくだから突入。切り込み体重も結構高っけえな。昇級フルヒッターもさすがにいらない。あ、フルヒッターいらないけど広角打法持ってるわけじゃないのか。じゃあフルヒッター取ろうかな。でまずこの臨床値を使って肩の上限をアップさせる。 OK。 走力がマジで足りてない。でも守備力さ低すぎだろ。いくら E にしとく。走力も低すぎだけどね。ちょ VR 練習見よう。うわここかよ。206か。この時に稼いでおきたいけどな。ちょっとどうだ、もう一回いけっかな。6月の4週で終わりなんだよね。それを考えると無理だな。使っちゃおう。433か。全然いい全然いい。73取れるから技術が、もうちょっと技術欲しい。
で海岸、そう海岸システムもねできたから、ってかようやく1万点か。そうすると、これはもう無理だろう、金とかちょっと無理だな。というわけでちょっと敏捷と技術がマジで欲しい。いやでももう無理だな。でもカオスカオスって何。いやこっからもうデートに走ってもいいかもしんないけど、どうしよう。まあ、いや一回これやろう。で6月2週3週4週でかけるのもいいかもね。コピー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 はいいや。でもメンタルをやらざるを得ない、体力的に。特能があぶれんのか。技術一回回復しよう。一回回復してミオちゃんって結構回復した気がするんだよね、体力の回復量。寝てるから寝てる間に体力回復。よし OK75 でこれもう VR かけちゃおう。で2回 VR 練習して微妙だけど微妙だけど取れるところを取りたい。ここか。おいいねいいね。コツ、そうかカスコツも手に入るのか。ってことはカスコツ潰しておいた方がいいね、こういう時のために。あっきゅうちれいの今さらだけど、ヘッスラ対エースも1でいったじゃん。でムードゴムシシュとプレッシャーラン、レンダーちょっと重いからな1だと。ゴールアシスト上り調子1か。ちょっと悩むね。サインサッチ取っとくか。ファーストファーストとか悲しい。ちょ海岸をやってる余裕はないんで、全然立ち回りが微妙ですいませんね。40、30か。あれデートあと何回。それによってはデートを完走させた方が1、2、3、4回。いや大丈夫だな。じゃあここやろう。待って筋力はもう大丈夫っしょ。はい、インコース長尻合わせ。あコツすごいね。でこれで VR がなくなるんで、こっからはもうデートだね。走力はちょっとしょうがない。いいね、止めておこう。上限突破できなかった。どうせだったらミート上限の方が良かったかもしんないけど、まあ、編成的に。てか独身術取れてねえし、ファーストも思考じゃないし、その段階でもうボロボロなんだけど、びっくり言うと。結局3番か。俺はいつ4番になれるんだ。まあちょっと試合はまたサクッと。結構点取られたな。で一緒、あとはもうデート、ひたすらデートでいきましょう。ミオちゃんカラデートなかったはず。カラデートをした記憶がないもん。で4回目。はい新アーティスト。あそういえば試合の音楽変わったんだよね。ハンドロメダだけじゃなくて全体的に変わったのかな。まあ、新アーティストで結構筋力持ってかれるんで、まあ、これはこれでいいでしょ。まあ、とりあえず闇の打ち崩すか。これこれこれ。バッター北条。第9。打ったこれはいい当たり。合格打法はないけど、まあパワーで持ってった感じ。アンドロメダリードで迎える3回です。先ほどホームランを放った北条。金縛りとか無駄だから、ね。取りました。これで2。アンドロメダ追加点のチャンスです。2アウトランナー3塁という場面で北条。これレイリーが。
投げました。ちょっと待って、打ちました。イビルアイが打てねえ。取ってアウト。負けは許されん。アンドロメダ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で負けなければそれでよし。強い当たり。今日負けた。マジか、強いデビル高校。これが奴らの実力か。俺たちの夏も終わった。一応最後にあれは取れたからな。いやもういいんだよ別に。木打ち取れんじゃん、そういえば。不動の4番。ちょっと経験点はねこうなっちゃったけど、お試しだから今日は。大してって感じだけど、取れるもん取ってこう。まずは金徳を抑える。例によって高速レーダー一応取ろう。外野を作った方がいいかもね。いやもう経験点的プルヒターと経験点的にもうそんなに強い選手は作れない。あとコツがあるやつを取っていく。打球伸び取ると技術が完全になくなるな。それは避けたい。いやー連打もなくなるな。超散り汗も技術不足に陥ってんな。総力上げとこう。 C は投げられる。でチャンス、はい。で打球セーブ。まあこんなもんか。あ、怪我しに来た。うん、もう一緒。いや、まあこれはしょうがない。という感じで、もう全然まだまだ勉強不足なんで、まず金徳を数いっぱい取れるようにしないといけないのと、まあ、あと編成がね、やっぱり編成によっては経験点が偏っちゃうんで、まあそれをどううまくバランス立てていくかというところですね。あとセルの使い方とセルの回収の仕方、総力のところがパワーにかぶっちゃったのが全然気づいてなかったんで、ちょっとそういうところだね。まあ、アンドロメダ、まあ、なかなかシステム的にはいろんな要素が組み合わせてくるんで、まあ、経験点は出るんだろうけど、ちょっと難しいところもあるんで、まだまだね、研究をしていきたいと思います。そんなわけで、まあ、とりあえず今回はアンドロメダをやってみましたということで、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。